直江兼続らは見事腕輪を手に入れた。同じ頃、連合軍本隊は陽動作戦を開始。見当違いな方向に進軍し、神の軍勢を引きつけた。服部半蔵と久野市は密かにその様子を観察。敵勢の動きから神の本拠地を割り出す。彼らは宝山城と共に手薄なその地へ乗り込んだ。目指すは龍禅の救出。彼を救い出せば趙雲をはじめとする職匠の呪縛は解かれる。三人は静かに闘志を燃やしていた。手薄とは言ってもいつもと比べてってだけで、それなりに防備はしっかりしてるにゃん。こりゃ龍禅さんを探すのは大変ですぜ。うん、分かってる。でも絶対諦めたりしないんで。この子って案外けなげ。お姉さん応援したくなっちゃうなんちて。まあ急がないと、アレスたちを抑えてる雪村様も危険だしね。じゃちょっと探しますか。あの娘が忍べるとも思えぬが、この人困難を極めそうだな。雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいましょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観測の叶うそうな子も、もう見たくないし。そこへ行きますか。敵に見つからないように、抜き足、差し足、忍び足。敵の気配がまるで読めない。こりゃどうも匂うぜ。敵の動き、影が下がる。半蔵の旦那、お願いしやす。あっしはこのお嬢さんと城内を回るんで。大丈夫ですか。お願い、ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？頑張りましょうね。はい、わかりました。侵入者か。なんで普通に話しかけるかな。張り切ってらっしゃること。知れば任せよ。これで勝ったと思うなよ。超いい感じ。この調子でガンガン行っちゃうってことで。行かない行かない。あの、本日コードって知ります？味方本体は大丈夫かな。雪村様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私の観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるにゃ。さっきから足引っ張ってるのそっちなんすけど。日々連携陣人質取ると
ですけど。驚くほどまっすぐな娘。だが、なんと言われようとそれがしは引かぬ。だったら私も本気で行くんで。まさかこれほどとは。ここは引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど、これって何？来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。いやなんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。失礼しました。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。あ、いたいた。龍禅様助けるために手を貸してくんない？龍禅様、あなたたちは分かっている。彼らがどれほど強く恐ろしいか。お任せ。ロシ君の命がかかってるし簡単には乗れないから、こうなったらこっちも強いって分からせるしか。味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況が分かる。一緒に龍禅様を救って。龍禅様の居場所が分かっている。では結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。でも一つでは用意なさない。他も集めない。聖斎様、やはり連合軍の方に。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。しゃあねえ。いいとこしかない。それなら雪村様だって強いし優しいし、まあ足はただの忍びなんで関係ないっすけど。やむをえません。私がお相手いたしましょう。信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。お任せを。さあ彼、任を全うする。まるで夢のような妙な気配。これも何かの技なのかしら。担当の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。
足が助け立ちしますよ。受け取って。ここは手分けした方がよくない？私たちは結界解くやつ探すんで。敵将打ち取りました。へえ、あんた意外とやるじゃん。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だ。そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ？流れがある。それだけの流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。参ります。やってみる。やっとり。幼少とは名乗る残り、いいぞ。我が自由で葬ってくれるわ。いざ。これも流れだ。張り切ってらっしゃること。頑張りましょうね。しっかりました。勝者に従う流れか。欲しければ持っていけ。どの道5つ揃わねば意味をなさぬ。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。子供だましね。つまらないわ。ねえ、誰か夢も見ないほど私を疲れさせて、そうしてくれたらいいことを教えてやる。ほら、人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。全力で参ります。ネネ忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。へえ、あんた意外とやるじゃん。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ネネ忍法分身の術。やっ、真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、しっかりました。
報告せねば。ほら、ひよまさん、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。なんか、うるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。怖い。届きます。ひよまさん、まさのり、後ろに入り込んだ子を捕まえて。頑張った子はいい子いい子してあげるからね。さあ、絶対俺が捕まえる。さて、正則、俺が行く。お任せをすぐ楽にしてあげる。体の動きが鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは将校殿が持っている。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだね。なんか落としたけど。で、これ探してたやつじゃん。そうな、張り切ってらっしゃること。これでまた龍禅様が近づいた。
解を解きたいのか。そういや、宗妃殿の奥方は何か持ってたか。本当？いいこと聞いちゃったかも。さあ、俺が相手をしてやるぜ。こいつは参ったにゃ。あ、誰？ここにかければよくない？そう、ヒって人の奥さんが何か持ってるって聞いたんだけど。そう、私はネネ殿が持っていると聞いた。じゃあどっちも倒すってことで。このさらなるコンプリートエリック。ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。お任せ。火に転形陣。やっ、やっ。情けないですわね。誰一人侵入者を止められないだなんて。これでもみんな倒かったんだよ。ただ相手が元気よすぎちゃってね。うちの人のためだもん。頑張ったってとこ見せないとね。ええ、このままでは我が君の立場に触りますわ。この私が簡単に膝をつくとでも。甘く見ないでいただけるかしら。うんうん、うちの人のために思いっきり行くからね。人妻の迫力怖いにゃ。あれ、あれ持ってるのどっちなんだろう。へえ、あんた意外とやるじゃん。おまかせ。仕方ありませんね。聞かせてもらいますわ。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。私のために迷惑をかけてしまったな。趙雲たちにも苦しい思いをさせているようだ。これからは私も共に戦わせて、龍禅様をお守りするためにも。
もちろん大歓迎ですぜ。そっちの実力は戦って十分分かってますし。任、無事に果たせたか。それじゃ急いで出発ってことで。みんながやられたら観作たちを取り戻せなくなっちゃうし。ああ、私が観作や趙雲たちを止めに行こう。劉公子だ、仁の志を受け継いでいるぞ。託された思い果たしてみせる。良い結果を得られましたね。腕輪は無事見つかっただろうか。それに竜禅様、落ち着くがよい官兵。我らにできることは皆を信じて待つこと、そして敵の猛攻に耐えることだ。先ほどアレスたちが動いたとの報がありました。ここもすぐに敵に取り囲まれるでしょう。腕輪を持つふりをして本陣にこもる役は私に任せてくれ。その方がアテナやアレスも信じやすいだろう。ただ偽りだと知られれば本物の腕輪や竜禅殿が危ない。なるべく敵を近づけないでもらえると助かる。はい、お任せを。ペルセウス殿の安全は必ずお守りします。あの、私も戦わせてください。銀兵殿。兄上たちや趙雲殿と戦うのは確かに嫌です。でもみんなに任せて隠れているわけにはいきません。私だって兄上たちを助けるために頑張りたい。よく言った我が娘よ。ならば共に来るがよい。その覚悟、立派なものだ。はい、軍神の娘として力いっぱい頑張ります。戦場を混沌で染め上げてやろう。